こんにちは、みじゅです。今回は車の買い方についてちょっと一つご提案というかご紹介をしたくて動画を撮影しています。早速紹介しちゃいます。今回ご紹介するのはクラウドローンというサービスになります。私自身ね、車に関わる仕事を今までしてきて、で例えばホンダのベゼルに乗ってきたり、今はスバルフォレスターに乗っています。で今後の人生としては、30歳をターニングポイントとして、そこからは輸入車も解禁して、いろんなあの国内外の車を乗っていきたいなと思っているんですけれども、まあ、車は皆さんいつも買う時ってどうやって買ってますかね。私はベゼルもフォレスターも両方ともディーラーさんの残価クレジットで購入しました。で残価クレジットっていうのは、その同じメーカーで乗り換えていく分にはかなりお得の制度だと思うんですけれども、例えばもう買い切ってずっともう乗り潰していくという方にとっては、ディーラーローンっていうのはちょっと金利が高かったりとかして、ちょっともったいないことになってしまうかもしれないですよね。でそういった時に、あの今までお付き合いのあるあの銀行とかで融資をいただいて、で銀行ローンで借りていくっていう方もいらっしゃるかと思うんですけど、まあ、私は正直今後、まあ、輸入車とかを買う時にディーラーローンではなくて、あの何か違う形態で借りたいな、銀行の方が安そうだから、あの銀行の方で借りて、まあ、購入したいなと思ってたんですね。で、あの銀行なんですけど、私今もうすでにネット銀行のみしか持っていないので、そうなってくるとネット銀行、マイカーローンあるのかなとか、まあ、あったとしてもどうやるのかなとか、いろいろ悩みが出てきたんですけれども、このクラウドローンだとホームページ見て自分の借りたい金額だったり所得だったり貯金金額とか、そういったものを入力してあげると、クラウドローンの方で、まあ、融資が通るか通らないかっていうのを試していただいて、で融資が通る銀行かつ金利が一番安いものから、ご提案いただけるそうです。銀行ローンっていうのは基本的に借りれるかどうかっていうのを審査に出さなきゃいけないんですけれども、その審査を一括でやってくれるっていうサービスになります。いやすごく画期的だなと思いまして、例えばあの車を購入することに決めましたっていう時に、銀行のローンが通るかどうかっていう審査期間を待ってる間に、人気の車とかだともう1週間とかで納期が数ヶ月変わってしまうパターンもあったりしますよね。そうなってくると結構車のライフスタイルっていうのに大きく影響が出てしまうと思うんですね。この審査を車購入決定する前でも、例えばじゃあこの車購入したいと思ってるんだよね、で予算この車おそらくまあ400万円ぐらいで買えるから、頭金自分で100万円出して300万円融資でもらいたいなっていう時に、ディーラーさんに行く前にもう前段階として、じゃあ300万円借りたいですっていうのをクラウドローンに提出すると、まあ、その中で借りられる銀行の中から金利が安い順に出てくるので、あとはディーラーさんでどうするか最終判断をした時に、じゃあ買おうっていう時にもうローンの審査が通ってるという状態になるんですね。それが本当に時間の節約にもなるし、やっぱり精神的に安心した状態で車を購入するかどうかを検討できるっていうのがすごくいいなと思いました。ローン通るかな、大丈夫かなとか、ちょっと時間かかるのであればディーラーローンにしようかなっていう心理が湧かずにできるので、すごくいいなと思いました。その融資が通った場合なんですけれども、そのクラウドローンの結果っていうのは数ヶ月有効なので、例えばあのローン通るかどうか確認した後に、まあ、例えば中古車探しとかだったらすぐにいい車が見つからない場合もありますよね。そういった時でも数ヶ月猶予があるので、そこでゆっくり考えてっていう期間を設けることができます。なので、まあ、急がずともやることができる。そして、まあ、別に新しい車を買う予定がなかったとしても、あのディーラーさんのローンを通してたりとか別の銀行のローンを通していた時に、
例えば金利が 5% だったとします。で今クラウドローンで残りのローンの残価借り換えることができるのかっていうのを審査することもできます。借り換えでじゃあ残り260万あるとする。でそれをクラウドローンに260万融資できる金庫を教えてくださいって提出すると、もしかしたらその今借りている金利よりも安い銀行が出てきたら借り換えができる。で余計な金利を払う必要がなくなるという、システムというか使い方もできます。なので私個人的にはちょっと自分自身もね、今残価クレジットをしているんですけれども、今後の車の展開としては次回以降はクラウドローンさんにお世話になろうかなと思っています。金利が違うだけでも結構総額で払う必要のある金額っていうのは変わってくるんですよね。例えばじゃあ330万円の車を銀行のマイカーローンで通した時とディーラーローンで通した時を比較してみたいと思います。こちらのグラフが分かりやすいんですけれども、銀行のマイカーローンの場合金利の相場が 1.8% となります。でこの 1.8% で330万を借りた場合、総額345万725円支払うことになります。それがもしディーラーローンを組んでいた場合 8.8% が金利の相場になるそうです。それで車を買っていると支払いの総額は475万172円となります。330万円の車を買ったはずなのに実は400万円超えのお金を払っていたということになるんですね。返済の総額の差額としては62万円もね、差が出てくるんですよ。で毎月の返済を1万円多く払っている計算にもなります。この1万円があったら何ができるんだろうって考えると、ガソリン代1万円だとしてもかなりの距離を走ることができると思いますし、ちょっともったいないなって思いますよね。じゃあ銀行ローンと残価クレジット、あとディーラーローン、どれがいいんだろうって考えた時に、もう確実に同じメーカーで3年後5年後に乗り換えると決まっているのであれば、正直残価クレジットいいなと思っています。私も残価クレジットにしているの で残価クレジットの場合同じメーカーで乗り換えていくと金利が 1% ずつ下がるみたいなキャンペーンを行っている場合もあります。 3% だったけど次ちゃんと残価クレジットで3年後にまた同じメーカーで乗り換えてくれたら 3% だったものが次のローンは 2% になりますよみたいなキャンペーンがあったりします。あと価格が保証されるので、正直ちゃんと同じメーカーで乗り換えていくというのであれば、リーダーさんが設定する残価型クレジットもいいなと思っています。私はそう次も同じスバルさんで乗り換える予定なので、今回ばかりは残価クレジットでいいのかなと思っています。ただそういうわけじゃなく乗り潰すとかそんなに短期間で乗り換える予定はないといった方は銀行のマイカーローンがおすすめになります。ただ銀行といってもこの表を見ていただくと分かると思うんですけれども、金利の平均が 2% から 3% になっています。で銀行さんによっても融資が受けられる受けられないというものはあるので、いっぺんに審査してほしいじゃないですか。でそういった時に自分で一つの銀行ずつを回ってローンが通るかってやってると、もう時間も使うしもうやってらんないっていう話じゃないですか。そういった時にいろんな銀行でなおかつ一番金利の安いもう確実に融資をいただけるというところだけをご提案していただけるクラウドローンっていうのはめちゃくちゃ画期的だなと思いました。私将来的にポルシェに乗りたいんですね。でもちろん今の段階では新車で買うのは難しいので中古車で買おうと思ってるんですね。で中古車だとその中古車屋さんのローンなどもあるんですけど、ちょっと金利が高いイメージがあったりするので、ちょっとどうしようかなと考えていた時にこのクラウドローンで一括審査していただけたらいいなと思っています。近い将来ねお世話になりたいなと思います。ではいろいろとね、現金だったりディーラーローンだったり銀行ローンいろいろとあると思うんですけど、それぞれの、良いところとちょっと微妙なところをご紹介したいと思います。現金の場合いいところは金利の負担がないところですね。
もうすぐに掲示された金額だけ払えばいい、余計な金利を払う必要がないっていうのがもう当たり前ですけど、まあメリットですよね。懸念点としては、まあ、手元の資金が減るっていうことですね。手元の現金が減ってしまって、例えば他に活用することができなかったりとか、余剰資金として残ってる金額が少なくなってしまうというね、デメリットがあります。で、銀行のマイカーローンの場合、まあ、まず良い点としては金利が低いですね。こちらがすごくメリットかと思います。先ほど表でお見せしたように、他のローン体制よりも一番金利が低くなってるかと思います。ちょっとマイナス点としては、審査が厳しいというのがあります。やっぱり借りるまでのハードルがちょっと高いというのもね、懸念点に上がります。で、続いて残価設定型クレジットの場合ですが、良い点としては毎月の支払い金額が安定していることですかね。で、デメリットとしては走行距離の制限があったり、あと傷が起きてしまった時の損傷による負担などがちょっとね、突発的に上がってくるかなと思います。私自身すごく走行距離が長い人間なので、今回残価クレジットにしてますけど、もしそのまま残価クレジットのまま乗り換えるとしたら、ちょっとマイナスになるかなと思っています。走行距離がかなりかさんでしまっているので、そこがね、ちょっと自己負担の分が出てしまうかなと思っています。まあ、こういった距離制限が出るのもね、ちょっと若干不便だなと思います。そんなに乗らない人であれば残価クレジットいいと思うんですけどね。続いてディーラーローンです。ディーラーローンのいいところとしては、まず手間が少ないですね。はい、車買いますっていう時にその場でディーラーローンを通してしまったら、もう本当にその場限りでもう話が進むので、とにかく自分の手間が少ないですね。とても楽ちんだと思います。デメリットとしては、まあ、金利が高いというところですね。ディーラーさんによってはその金利で儲けるというところも、まあ、少なくないようなので、正直金利は高くなっていて、ここで儲けようというものが入っている場合があります。続いて、まあ、ローンを利用する方っていうのはどのくらいいるのかっていう割合をね、ちょっと参考までにご紹介したいと思います。新車購入される方で、中古車を購入される方を合算して、まあ、全体の 34% ぐらいがローンを利用しているそうです。まあ、やっぱりローンを使うことのメリットとしては、手元の資金が残る、そして、まあ、定額で返していく、金銭面でのスケジューリングも立てやすいかなと思いますよね。そして、まあ、ローンを組むことって、まあ、デメリットとしては、ちょっとローンに対する借金じゃないかっていう、まあ、ちょっと抵抗感とか手続きがちょっと面倒くさいとかあるかもしれないんですけれども、金利の低いところでローンを通してあげる分にはすごくいいなと思っていて、まず手元の資金が残るということ、まあ自分の 毎月払っていける限度額を計算した時に、まあ、金利が安いところで借りれたら意外とこの金額出せるなとか、そういった意外とこの金額まで借りれるなっていうものが出てくると思うんですね。そうすると、まあ、自分が思っていた金額よりも上のクラスの車を選べるかもしれない、車両選択の幅が広がるんじゃないかなと思いました。はい、ということで今回は私、今後のカーライフを見据えた上でちょっと使ってみたいなと思ったローンサービスがあったのでご紹介させていただきました。使い方もとっても簡単で、クラウドローンの間にローン会社、ちゃんと審査会社が入っているので、まあ、そこも安心かなと思います。ぜひね、皆さんも概要欄にリンクを貼っておくので、これから車を買う方もいいですし、ローンの借り換えっていう選択肢でも使ってみてはいかがでしょうか。ということで今回もご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。じゃあねー。